報酬は本当に4等分でいいのか。ああ、分け前取りすぎてまた囲まれたらたまったもんじゃないしな。おじさん、見たんじゃない、仲間。封印都市ルバルドラムの結界も再構成しましたよね。あれを見たのか。誰かに話した？言っても誰も信じませんよ。イキュラスキオラ、うん、なんであんたのことを信じて。イキュラスキオラ。じゃあこの人たちとはこれっきり。いや、また会ったぞ。二人に聖なる力の加護。人間じゃん。ダメ、止めろ。そうだ、胸壁が硬すぎる。あなたは。そうだ、俺はオークじゃない。前にもこんなことあったような。あの古い祠が魔物の巣になっていて。どんな魔物なんだ。ハリネズミってわかります？あれを人間の背丈くらいにしたような魔物です。それってソニー、まるっ、倒しちゃダメだ。はあ、出た。え、ソニック、イエーイ。誰だよ。縄張りを人間が審判したのか。子供がいて気が立ってるのか。答えてくれ。俺は殺したくないんだ。バライブートフォルグバストール。はあ、とんでもねえな。そんなことより俺はこの辺りに勇者がいるって聞いてきたんだ。エドガー、その剣貸して。私が運命に選ばれし勇者、シャイニングクルセイダー、神聖勇者のアリシア・イーデルシアです。